鈴木のは大韓民国出身のプロサッカー選手。J1 リーグサガントス所属。元韓国代表。ポジションはディフェンダー。父親は運輸業会社に勤める会社員。西南小学校3年生から陸上をやっており、中西北道代表として全国少年体育大会に出場している。小学6年生から陸上を辞めてサッカーを始める。この頃は、 攻撃的なミッドフィールダーとして、雲子中学校でも同じポジションでプレーした。雲子高等学校時代も当初そのポジションだったが、高校2年生の時に身体能力と1対1の強さを見込まれ、ディフェンダーにコンバートされた。2008年、先輩の父親がテク大学校サッカー部監督であることを知り、同大学に進学する。在学中、 U リーグなどの活躍で頭角を表した。そこへ2011年春に、公明保有 -22 韓国代表監督の目に、泊まり、ロンドンオリンピックアジア予選を戦う、U、U-23 韓国代表に選ばれた。2011年ユニバーシアードでは、ユニバ、韓国代表として活躍した。大学卒業の際には、K リーグドラフト会議の目玉選手と見られていた。 そこへサンフレッチェ広島の足立治サムスカウトの目に止まり、日本行きへの勧誘を受けた。2012年、サンフレッチェ広島と契約する。同期入団は、増田拓也、李大賢。体験。キャンプの段階から評価を高め、同年3月で J1 デビューし、以降主力として試合出場を重ねる。同年、ロンドンオリンピックに臨む U-23、韓国代表に選出された。 CB のレギュラーである、高正義と、右 SB の控えである低イトーコウが共に、召集前に怪我で離脱したことに加え、オーバーエイジ枠で呼ぶ予定だった CB 李正秀が所属クラブとの調整に失敗し、召集できなかったため、木が繰り上げで選出された。年代別韓国代表に絡んでこなかった選手であり、U-23 韓国代表としては、親善試合も含めて2試合のみしか、 出場していなかったことから、韓国メディアは予想外の選出と報じている。五輪では CB として全試合出場を果たし、史上初の銅メダルに貢献した。その後、ロンドンオリンピックでの活躍が認められ、同年9月に韓国代表に初招集され、同年11月に A 代表デビューを果たす。その後東アジアカップ2013、2014FIFA ワールドカップ。 韓国代表に選出されている。2014年 W 杯での出場は、グループリーグ初戦ロシア代表戦において、コーマ・サヨシの負傷交代により途中出場を果たした。2015年に、カシマ・アントラーズへ完全一席。カシマ入団後は主に CB を務め、小次元とコンビを組むことが多かった。10月31日の J リーグカップ決勝ガンバ大阪戦では、 キャプテン小笠原光雄の CEK にヘッドで合わせて移籍後初ゴールとなる先制点をマーク。この試合3から0で勝利し、3年ぶり6回目となる優勝に貢献した。2016年ファーストステージは故障で出遅れるが、2016年6月5日に行われた J リーグカップグループステージ最終節の大宮アー,ルディージャ戦で移籍後初の左 SB を務め、 約7ヶ月ぶりに実戦復帰。その後は調子を上げ、セカンドステージでは見事に復活。チャンピオンシップ準決勝の川崎フロンターレ戦、決勝戦の裏戦では、フル出場を果たし鹿島アントラーズの7年ぶり8度目のリーグ優勝に貢献。その後、自身2度目となるクラブ W 杯出場を果たす。第96回天皇杯全日本サッカー選手権。 大会決勝戦では後半スタートから左サイドバックに入り、攻守で安定感を発揮に位置で川崎フロンターレを下し優勝。2017年、中国、天津安志たちに完全一席。リーグ戦で15試合に出場した。2017年12月20日、清水エスパルスに移席。1年ぶりの J リーグでのプレイとなった。加入後は、 全評判通りの対人の強さ、カバーリング、ラインコントロール、ビルドアップ能力を発揮し、ディフェンスリーダーとして活躍。シーズンを通して32試合に出場し、清水エスパルス5年ぶりとなる1桁順位8位に貢献。2018シーズンのファンサポーターが選ぶ年間、ベストプレイヤー、ワンダープレイヤー賞を受賞。2021年、サガントスに完全一席。 183cm の長身、バネがあり、一瞬でトップスピードに乗る加速力を兼備するセンターバック。1対1のディフェンスに強く、試合終盤に相手ゴール前に攻め上がるスタミナと足元の技術もあり、両足で高精度のショートパスを出すことができる。上記のように身体能力が高い選手である。ヘディングも強く、前述の J リーグカップ決勝では相手、 DF、岩下圭介のマークを巧みに外し、勝利につながる貴重な先制点を挙げた。サイドバックとしては左右サイドを問わスプレーすることができる。その他の公式戦。ありがとうございます。